どうも北村さん、今日は大勢の皆さんおいでいただきましてありがとうございました。寒い中ご苦労様でございます。それではこの今日、剪定をしていただく木ですけれども、これが一番若い木ですね、がだんだんいってますけれども、これが去年の着火量が、90ちょっとです。それからその真ん中のは、300に少し293だと思いました。それから向こうの大きなのが750か、なりまして、それぞれいい玉のものが15玉以上ぐらいで全部取っております。それで真ん中の小さいのはですね、あそこにビニールテープ巻いてある箇所がありますけれども、着火時点の時においでいただいた時も話をしたんですが、ちょっとした小さな竜巻かなんかがここで起こったらしくてですね、上の枝がこう実がついたまま折れてしまいましたので、今ボルト締めしてあります。それからこの畑に関することは1ページに書いてありますので、またご覧いただければと思います。以上でいいですかね。